どうもこんにちは、 FX オリガルヒの久保です。この放送はですね、まずは FX でお金を稼ぐことなんてとんでもない悪い方法だと、インチキだと、詐欺だと思う方は見ない方がいいかなと思います。そもそも FX でお金が稼げるわけがないよ、 FX で稼げるって言ってる人は詐欺ばっかりだ、インチキだ、嘘だっていう方も見ない方がいいと思いますね。というのがね、芸能界に入って脚光を浴びてお金をしっかり稼いでね、で歴史に名を残すみたいなことはやっぱり私たちみんな想像はするんですけども、なかなかそうは簡単にいかないよっていう考えも同時にあると思うんですよ。でもやっぱりね、芸能界に誘うスカウトマンっていうのはいくらでもいるでしょ。それと同じようなもんじゃないかなと思うんですよ。芸能界のスカウトマンに、君芸能界とかに興味ないって言って名刺を渡されて、もしその気があるんだったらここに連絡してって言われてるようなもんなんですよ。 FX もね、ゼロサムゲームである以上誰かは稼いでるんですよ。そして FX で勝つための方法っていう本は本屋さんにずらっと並んでるでしょ。あれが全部嘘ですかって話になっちゃうわけですよ。で FX で勝つ方法っていうのは基本的に3つの段階しかないと私は解釈しています。1つ目が FX の基礎用語、投資の基礎用語をきちんと頭に入れてるか覚えてるかってことですね。FX や投資の基礎用語が頭にしっかり入ってる人と全く入ってない人、両方とも FX の世界に入ってどっちが勝つと思いますか。これどっちですかね。 FX の知識やその概念がしっかりと頭に入ってる人の方が勝つ可能性は低いですかね。それとも FX のこと全く分かりません、基礎情報なんて分かりません、基礎知識もありません、概念なんて知りませんって人が FX をいきなりやった方が勝つ可能性強いでしょうか。この2つを比較しただけでもこのゼロサムゲームどっちが勝つかは明らかだと思うんですよ。そうですよね。当然 FX や投資の知識がある人の方が勝つ可能性が強いと思います。じゃあどのぐらいの知識があればいいのか、10ですか、20ですか、30ですか、50ですか、これはいくらでも構いませんけど、多ければ多いほど勝つ可能性が高くなるってのはお分かりだと思います。例えば FX の知識をね、戦闘力と例えた場合、戦闘力30の人と戦闘力50の人が同じマーケットで戦うわけですよ。それは50の人の方が勝つ可能性強いと思いませんか。だから勝負ってのは相対的な関係で勝ち負けが決まりますから、やっぱり少しでもね、他の人よりも FX の知識は多い方がいいですよね。つまり FX で勝利するための第一段階っていうのは投資の基礎知識がありますかってことなんですよ。しかもめったに出てこない知識なんていらないわけですよ。何ゴールドなんとかゾーン、いらないですね。それからね、ダウ理論はまだしもですよ、フィナボビッチとかなんとかっていうのがあるでしょ。もうね、舌が回りそうないですよ、あんな言葉。これも私の相場解説ではまあ出てきません。1年に1回出てこないぐらいです、ね、だからああいうのを一生懸命やるよりはもっともっと頻度の高いね、ダブルトップの方に自分の重点を置いた方がいいってのはまあ皆さんもお分かりだと思いますね。ダブルトップは結構出てきますよ。それから損切りもよく出てきますよ、毎日出てきますよ。利確とか含み益よく出てきますよ、毎日出てきますよ。レンジ、これもほとんど毎日出てきます。トレンド、これもよく言います。4時間足よく出てきます。この辺は頭に入れとかないとダメでしょね。でも1分足とかね、1年足って必要ですか。そんなこと一生懸命覚える時間と脳の容積があるんだったらもっと大事なことから覚えた方がいいです。ということでね、 FX や投資の基礎知識だって優先順位をつけるとだいぶこれ個人にばらける差があるんですよ。投資の世界なんて所詮ね、勝ち越せばいいんですよ。100万円が101万になればいいんでしょ。100万円が200万にならないと勝ちじゃないんですか。まずはおおむね勝ち越せる力を安定させること、これに注力すればいいんじゃないですか。となるとそんなに必要な基礎用語って多くないんですよ。それこそね、プロ気取りの人が私とお話ししてね、10分20分でもうボロが出ますよ。そんな知識使わないでしょっていうふうに私が突っ込みたくなっちゃいます。逆に
この知識がないのになんであなたは勝てるんですかっていうふうに疑問に思うこともあります。だから大体ねトークすればね、私もそして私の方からも相手、相手の方からも私、お互いに力の力量っていうのが見えてくると思います。私も人のことを評価しますけども、私も評価されてます。でその中で生き残っていかなくちゃいけないっていうことなんですよね。で私の FX の相場解説は一般公開動画もありますね。もしかしたらその一般公開動画を見てレベルの高い人が何かね、これは良くないよってケチつけるかもしれません。でも勝ち越してる考え方の表現っていうことに関しては、これは私が自信を持ってお話します。勝ち越すための相場解説ですね。確かに超上級者みたいに数千万何億っていう稼ぐことは私の相場解説ではできません。せいぜい毎月3万5万とか、上達すると自分の生活費毎月30万50万ぐらいなんですよ、私の相場解説で稼げるのはね。でもほとんどの人がそこを目指してるわけでしょ。別に FX で月収100万とかね、1年間で3000万とか5000万とかっていきなり狙わないでしょ。もう私もそこまで導く自信はありません。せいぜい勝ち越すこと、そしてその勝ち越し金額が投資金額とかトレードの回数によって個人差が出るよっていうお話をしてるだけなんですよ。さあそれではね、第一段階で投資の基礎知識が必要なことはお話しました。第二段階では何が必要なんでしょうか。それはテクニカルという、 FX でいうとね、公式を覚えてますか、使えてますかってことなんですよね。逆田誤報、フォーメーション分析、ゾーン、エリオット波動、私の FX オリガルヒではこの4つだけしかやりません。しかしエリオット波動なんて年間でね2回出てくるかどうかなってとこですよ。そのぐらいエリオット波動なんて大層な名前をつけてね、多くの方が知ってる理論でも頻繁には出てこないんですよ。だからエリオット波動も口座から抜いてもいいかなって思ってるぐらいなんですよ。ただやっぱりね、エリオット波動ぐらい知っとかないと万が一出てきた時にものすごく大きなチャンスを逃すんですよ。だからエリオット波動ぐらいは入れとこうかなと思ってます。でも主に出てくるのは逆田誤報、ゾーン、フォーメーション分析、この3つですよ、ね、この3つがちゃんと頭に入っていれば1時間軸デイトレードで勝ち越すことはそんなに難しくありません。そこでもう1個ヒントを出しましょうか。1週間のうち、まあ土日はありませんから月から金のうち、難易度の高い日と難易度の低い日っていうのがあるんですよ、ね、これはね材料とか指標っていうのを除いてですよ、テクニカルで考えて何の特別な条件もなければ月曜日と金曜日が難しいです。一番簡単なのは火水木のうち、だいたい水曜日じゃないかなと思います。だからまずは水曜日を攻略して火曜日木曜日も扱えるようにしていく。月曜日と金曜日はぶっちゃけ一生やらないって決めても勝ち越しを守ることができます。月曜日と金曜日は同じ時間同じだけトレードして神経すり減らしても難易度が高いわけですから。だったらね、毎日トレードをしたい人は別ですよ。レベルが上がってもう月とか金曜日やるしかないっていう風になる人は別ですよ。でもそうじゃなくって、入門したい人ってのはまずはね、週にたった1日水曜日を得意になってください。水曜日を勝ち越せるようになってください。それは火曜日でも木曜日でもいいですけどね、火水木のいずれかを自分の曜日にしてください。そのためにテクニカルを覚えればいいんですよ、ね、難しいですかね。トレードっていうと毎日するような気がするでしょう。別に毎日しなくてもいいし、それこそね、毎日トレードをするような人って専業なんですよ。もう月曜日には月曜日の攻め方や受け方があります。金曜日も同じです。火水木は大体同じです。その上で1週間の私は見通しをお話しますんで、月曜日と火曜日が同じグループに入ったり、月火水が一つのタームになって木金が後半っていう風に分けたりとか、マーケットはその日その曜日でくくれるんですよ。なんでくくれるかっていう、その理由もお話しております、ね、でここまでで2つ目のテクニカルが必要だよってことを話しました。じゃあ第3段階目、どんなものが必要だと思います？ FX で勝利するために。まずは基礎知識、その次にテクニカルという公式、3つ目、精神力ですね。勝てもしないのに実弾込めてリアルトレードしちゃダメですよ。これも精神力がまだできてないからです。精神力がもしできていればね、勝ち越す自信がつくまで、その実績ができるまでデモトレードでやってください。せめて
少額トレードです、ね、そういうふうにして自分の資産を減らさないようにして自分の能力を上げていくっていう、そういったトレーニングの時期を設けないとダメですよ。だってね、最初から実弾を込めてリアルトレードをしてね、30万とか50万を投資の世界に入れるでしょ。 FX で負けたらお金がない時が退場の時になっちゃうんですよ。それがきっかけになるでしょ。でも1円も減らさずに経験が積めるとしたらデモトレードでいいじゃないですか。そういうとね、こういう人もいるんですよ。デモトレードでいくら買ってもリアルトレードとは全然気持ちが違ってくるよ。それは当たり前です。でも少なくともデモトレードごときで勝てない人がリアルトレードで勝てるわけがないんですよ。だからデモトレードで常に勝ち越せるっていうところが必須なんですよ。その力を持ってしてもリアルトレードで勝つか負けるかっていうのは精神力の問題になってくるんですよ。実際にね、平均台があるでしょ。平均台を地上15センチのところで渡るのと、それが地上100メートルで渡るのと、あの漫画の怪事じゃないですけども全然違ってくるんですよ、精神力が。同じことするにしても。だからどれだけやってもお金が減らない増えないっていう精神力のデモトレードと、トレードをするとね、1000円なくなるかもしれない、1万円増えるかもしれないっていう緊張感にあふれたリアルなトレードと、それは精神力は変わってきますよ。だからリアルトレードに入る前に十分精神力を養ってくださいってことなんですよ。精神力の鍛え方が分からなければ私の講座を見てください。で、精神力を鍛えるのに最もいい方法が自己解説なり自分の相場解説の仮説をすることなんですよ。その仮説を組み立てていって、シナリオを作っていって、そのシナリオにちゃんとした根拠を3つ以上見つけることなんですよ。それを繰り返していくと自分の仮説が確かにそうなるな、もしくはならなかった時の原因が分かるんですよ。それをもってしてデモトレードを100回200回300回とするから勝ち越しのための力がついていく、精神力がついていくわけでしょ。精神力っていうのはつまり自信のことです。私がトレードをして10回やったら6回は勝ちますよ。それは実績が積み重なってきたからです。だから振り返れば、俺がやったら10回中6回は勝つよねってものが今までの実績と、それが自信になるんで、これからトレードを10回するときにでも4回負けても残りの6回は勝つよねっていうふうに振り返ることができるんですよ。だから自分のやってきたことが自分の背中を押し付けるんですよね。でも経験不足だと、テクニカルの理論は頭に入っていてそれを実践しようと思っても、いやでも自分の勝率って勝ち越しなのかな、負け越しなのかな、今回うまくいかないかもしれないっていうふうに、その自信のなさが自分の行動をぶち壊していくんですよ。だから精神力を最後に身につけなければならないってことになります。精神力ね、精神力はしかし一長一短では体に身につきません。繰り返しトレードをすることが最短距離なんですけども、とにかくね、毎週水曜日にしかやらないにしてもね、1年間やると、まあざっくりと30トレードぐらいになるわけですよ。じゃあ30回のトレードであなたは経験として足りますかってことになるわけでしょ。ということは水曜日のトレードをするにしても、自分がやったことがない水曜日のトレード、つまり過去トレードを見るようになったり、それからいろんなケースをケーススタディでね、取ってくることになるわけですよ。また水曜日の動きっていうのは火曜日と木曜日に非常に近いです。だから水曜日だけをやるんだけども、でも見るぐらいは火も木もやろうかなっていうふうに広がっていくんですよ。で、そうすると自分の経験値っていうのは3倍になっていきますから、少しはね、経験が積めるようになってきて自信がつくようになると思います。あとはね、トレードの繰り返しだけで精神力がつかない方の方が多いと思いますんで、日々の暮らしですよ。じゃあだんだん結論に移っていきますけども、精神力を身につけようと思ったら、決めたことをやるってことを繰り返すだけですね。朝7時に起きると決めたら、目覚ましなんてかけずに朝7時に起きてください。そして7時に起きただけじゃダメです。7時に起きて一体何をするのかってことを決めてください。例えば手を合わせて神様おはようっていう風に決めるんですよ。そしたらそれをね、続けていくんですよ。そういうことができるようになったから、トレードでも決め事ができるようになるんですよ。自分で毎日やる決め事も決めれない、決めてもそれを守れない、どうやってトレードで勝つんですか、それでどんな精神力が養えるんですかっていうところですよ。多分これはね、 FX に限らずいろんな現場で皆さんも体験してると思います。もしかしたら皆さんの職場かもしれませんし、
小学校中学校で部活に入ってきた人はね、そういった意味もわからないような精神論を先輩に叩き込まれたかもしれません。でも人間はね、精神力の生き物ですよ。感情の生き物ですよ。理論とか理屈とか効率だけで生きてるわけじゃなくて、悲しければ涙が出るし、腹が立てばムカーッときてね、人のことを殴りたくなるかもしれないでしょ。それを制御しなくちゃいけない。時には自分のモチベーションを人工的に上げて、勇気を怖いながらも出していかないといけないでしょ。そういうふうにして自分の精神をコントロールできなければ、トレードで自分の精神が他者にコントロールされますよ。ということでね、今日の FX 談義はこんなところにしておきましょうか。お疲れ様でございます。